綺麗ですね。特に衛生面、災害時などは特に気をつけなければいけない部分ですので、そういった面は気を使って回収を行いました。ただですね、飯田さん、やっぱり停電になっちゃうと、この水だって出ない時があるんですよ、はい、その対策はどうされてるんでしょうか。そうですね、まず電力供給されなくなった時は太陽光発電、そしてガスはプロパンガスを使っておりますので、停電時、そういった災害時でもご利用いただけます。なるほど。そのあたり のインフラが途絶されても、ここだけは命を守るインフラは守れているという、そういうことですね。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、この本宮というのは、何度も何度もですね、水の災害が起きております。こちらご覧ください。こちらはですね、昭和61年のですね、8.5 水害でございます。なんと1000棟以上の家屋が浸水してしまったということがございました。そしてさらにこれを遡ることですね、数十年。実は戦時中にですね、昭和16年の水害がありました。で、皆さんこの船、覚えておいていただきたいと思います。今日このことについても、触れていきたいと思います。さて、ここからはですね、防災担当の野本さんに来ていただきました。野本さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。昭和16年の水害、そして8.5水害、そして台風19号、東日本台風、阿武隈川を越水し、そして荒多良川が決壊して、大変多くの被害が出たこの本宮です。大変これ大きな災害だったわけなんですけども、この後次なるですね、水害に備えて何かされていることっていうのはありますでしょうか。そうですね、ハード面の主なものとしましては、阿武隈川の治水対策ということで、国交省によります堤防のかさ上げや、河道掘削ということで、川の底を掘ってですね、川の水を流れやすくして、水が溢れないような対策を行っております。これかさ上げなんですが、 1.5 メートルかさ上げしたということ で、 そうですね、これはだいぶ安全が確保されているということで、そうですね、ですよね、はい、そしてこういったですね、治水対策、ハード面だけじゃなくてソフト面もだいぶ充実しております。でこちらはあれですね、さまざまな備蓄品ですけども、はい、毛布があったりですね、マットレスがあったり、これはあれですね、ここで個人的な空間 を作ることができるという、間仕切りパーテーションで、感染対策とあとプライベートの確保ということで、この中で生活、安心して生活していただけるように、こちらの備蓄も備えております。本宮には備蓄倉庫がいくつかあって、はい、そうですね、ね、そこでやられてるということなんですが、その他なんですが、はい、私注目したのはですね、これなんですよ、はい、気象予報士としてですね、はい、おこれはなかなかだなと思ったんですが、はい、これ何でしょうか。はい、こちらは、令和4年度に本宮市で、市独自の気象計を設置しました。市内7カ所に、設置しまして、リアルタイムでですね、気象情報を取得できるように、こちらのサービスを始めました。ぜひ皆さん、本宮の皆さん、アクセスしてみてください。これね、市内で7カ所も気象観測するっていうのは、行政のレベルでは非常に珍しいと思うんですが、これ実際に今日ですね、観測された雨の、量ということになっております。今日は一時的に強い雨が降りましたが、今は天気回復しています。この後の出水期にですね、これ活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、野本さん、ありがとうございました。はい、忙しいところ。どうもありがとうございました。